伝説の女優、サービトリは、2018年に公開された、インドのテルグ語電気映画。ナーグア・シュインが監督を務め、主要キャストには、キールティ、スレーシュ、ドゥルカル・サルマーン、サマンタ・アッキネーにビジャイ・デーバラ・コンダが起用された。南インド映画の女優、サービトリの生涯を彼女を、取材するジャーナリストの視点から描いている。ハイデラ・ワードで主要撮影が行われ、 ミッキー・ J ・メイ・ベイヤルが手掛けたサウンドトラックは批評家から高い評価を得た。2018年5月9日に公開され、同月11日にはタミル5吹き替え版とマラヤアラムゴ吹き替え版が公開された。映画はサービトリ役のキールティの演技が絶賛され、工業的、批評的に大きな成功を収めた。 日本では2020年にインディアンムービーウィーク2020で上映されている。映画は第49回インド国際映画祭のインドパノラマ部門、上海国際映画祭でも上映され、インディアンフィルムフェスティバルメルボルンでは名誉賞を受賞した。また、第66回ナショナルフィルムアワードでは3つの賞を受賞している。また、主演のキールティは、 フィルムフェア賞南インド映画部門、南インド国際映画賞、エジソン賞、ノルウェー・タミル映画祭賞など、複数の映画賞で主演女優賞を受賞、またはノミネートされた。スター女優のサー・ビトリは、バンガロールで意識を失い病院に搬送され、1年間昏睡状態に陥っていた。プラジャバニの女性記者マドゥラワーには、編集長からサー・ビトリの記事を書くように指示され、 彼女との同行を志願したアントニーと共に、サービトリの夫ジェミニガネーシャンの自宅に向かう。二人はそこで出会った老写真家の傾斜場から、サービトリからの手紙を受け取り、手紙の中に、彼女の過去を知っていると思われる、シャンカライアという人物に関する記述を発見して、調査を始める。マドゥラー案には、サービトリの病室に入り込み、彼女の母が、サービトリの息子に、 母親の過去を話している姿を目撃する。1942年のビジャ・ヤワーダ。夫と死別したスバードランマは、娘のサービトリを連れて姉ドゥルガマンバと、チョーダリー夫妻の家で暮らし始め、サービトリは同地で、スシーラと親友になった。成長したサービトリはダンスを学び、スシーラと共に舞台に出演するようになった。しかし、映画の台頭により、 舞台の人気は下がり、チョうだーは、サービトリを映画女優にするためマドラスのに向かうが、14歳という若さとタミル語が話せないという理由で、出演の機会を得ることができなかった。そんな中、キャスティング部門で働くジェミニガネーシャンと出会い、サービトリは彼に宣伝用の写真を撮ってもらう。1年後、ジェミニの写真を見たチャクラパーニにスカウトされ、 主演デビューすることになったが、セリフを何度も間違えて、監督のプラサードを怒らせて、クビにされてしまう。しかし、サービトリは、歌とダンスの才能を見出されて、別の映画で、女優デビューを果たした。女優デビューしたサービトリは、タミル語を覚えることに苦労していたが、共演者となったジェミニの協力で、タミル語をマスターし、彼と共に、スター俳優の道を進んでいく。 やがて二人は互いに思いを寄せるようになるが、ジェミニは既婚者で子供もいたため結婚することはできなかった。ジェミニはサービトリに自分の思いを伝え結婚に踏み切るが、ちョーダリーは既婚者との結婚を認めずサービトリと絶縁する。サービトリは結婚を機に女優を引退しようと考えるが、チャクラパーニに説得され引退を思いとどまり、映画出演を続ける。やがて、 サービトリは映画業界で不動の地位を確立するが人気が落ち始めた。ジェミニは彼女に嫉妬して叫びたりになっていく。女優として名声を得たサービトリは周囲の人々に誘われ監督デビューすることになるが初監督作の公開初日にジェミニが浮気していたことが発覚する。激怒したサービトリはジェミニを屋敷から追い出し彼と同じように叫びたりになりアルコール依存症に 陥ってしまう。次第に、サービトリの周囲には、財産目当ての人々が集まり始め、彼らに言われるまま借金を重ねた結果、国税局から財産を差し押さえられてしまう。追い打ちをかけるように母と死別し、飲酒を止めさせようとした娘と口論になり誤って、火事を起こしてしまう。病院に搬送されたサービトリは、チョーダだりと再会して和解し、 金酒と娘を結婚させることを約束する。退院したサービトリーは売り払い、小さな役柄で映画業界に復帰する。彼女は依存症患者のためのリハビリ施設を開設しようとするが、所得税の申告漏れが発覚して国税局から追徴税の支払いを求められ、友人たちに助けを求めるが拒否されてしまう。翌日、サービトリーは息子を連れて、バンガロールを訪れ、 そこで、ジェミニに電話をかけるが、話をする前に、節電してしまう。サービトリは止めていた酒を飲み出し、渾水状態に陥ってしまう。マドゥラーアンには、調査を進める中で、アントニーへの思いを強くしていく。彼女は、父が決めた結婚を断りアントニーの元に向かい、彼が他の女性と結婚するのを阻止しようとするが、結婚するのはアントニーの妹だったことが判明する。 勘違いに気づいたマドゥラワーには戸惑うが、思いを伝えたことで、アントニーと結ばれる。調査の結果を記事にしたマドゥラーには、サービトリの病室を訪れ、彼女が長年探していた防腐のことが書かれた記事を手渡し、病室を後にする。サービトリは、昏睡状態のまま意識が戻らず、1981年12月26日に死去したことが語られる。回想の中で、 サービトリは、シャンカライアと書かれた石像の側で、スシーラと語り合い、彼女に、映画の中でまた私に会えると告げる。キールティ、スレーシュドゥルカルサルマーンサマンタアッキネーニビジャイ、デーバラコンダゲスト出演ナーグアシューイン2016年5月、ナーグアシューインは、南インド映画の女優、サービトリを題材にした、新作映画の制作を発表した。 発表当初の段階では、テルグ語、タミル語で同時撮影する予定だったが、最終的には、テルグ語での制作となり、タミル語吹き替え版が後に制作された。また、この時点で、脚本は完成しており、キャストの先行であることも明かされた。アシュインは、脚本の執筆に際して、サービトリと交流のあったジャーナリストや俳優を取材し、 関連書籍を読んで6ヶ月間かけて執筆した。彼はサービトリを題材にしたことについて、無一文から最初のスーパースター女優になった非常に興味深い人生であり、なぜ彼女が伝説になったのかを知る必要があるためと語っている。また、サービトリに関するラジオを聞いたのがきっかけとも語っている。制作発表後、サービトリ役の候補として、アヌシュカシェッティ、 ソーナークシー・シンハー、ビディア・バランの名前が取り沙汰された。2016年8月にアシュインは報道を否定し、主演女優は大衆投票で決定するつもりであると語っている。制作チームは複数の女優と出演交渉を行っていたが、そのうち、ニティア・メイノーンとの交渉は不調に終わっている。同年12月にサマンタ・アッキネーニの出演が発表されたが、彼女は、 サービトリ役ではなく物語を俯瞰する立場のキャラクターを演じることが明かされた。インティギー・リッツはサマンタが演じる役はサービトリの友人だったジャムナの可能性があると報じている。2017年1月初旬にキール・ティス・レイシュがサービトリ役を演じることが発表された。サービトリの夫・ジェムニガネーシャン役にはスーリアやアール・マーダバンが検討されたが、 アシューインは最終的にドゥルカル・サルマーンを起用した。同じくジャミニ役の候補だったビジャイ・デイ・バラ・コンダは別の役で出演することが決まり、バヌプリヤーはボイスオーバーとして出演している。キール・ティは役作りのためにサービトリの娘と対談している。2017年5月29日にハイデラ・バードのラーマ・クリシナ・スタジオで主要撮影が始まり、映画のタイトルは マハナチに決まった。第一スケジュールの撮影には、ラジェンドラ・プラサードが参加し、ミッキー・ジェイメイヤルと、ダニ・サンチェス・ロペスがそれぞれ作曲家、撮影監督として参加している。アシュインは、ジェミニ役のドゥルカルの描写について、単なる外見的な類似性ではなく、心情的な面を重視していることを明かしている。キールティは6月初旬に、 歌曲シーンの撮影のために体重を増やすように指示を受け、8月からは、プラカーシュラージが撮影に参加した。撮影は2018年3月22日に終了した。同月26日からは、タミルコ吹き替え版の制作が始まり、ドゥルカル、キールティ、サマンタのパートの吹き替えが行われた。ジュエリーデザイナーのナビーム・サングリは、ハイデラ・バードのジュエリー業者と協力して、 サービトリの出演作を鑑賞して彼女が身につけていたジュエリーの種類を研究した。金、訓断、ダイヤモンドは彼女が身につけていたものと同じ形にデザインされた。デザインチームによると最も再現が難しかったものは60年以上、前のルビーのネックレスとバッタナムだったという。また、ナビーンはデザインのために数日間かけてサービトリの家族と面会し、 彼女の思考を研究している。衣装デザイナーのガウランシャーは、衣装制作には100人のデザイナーが参加して1年以上の歳月を要したと語っている。また、彼らは数ヶ月間かけて衣装を研究したとも語っている。ミッキー・ジェイ・メイヤル映画音楽の作曲は、ミッキー・ジェイ・メイヤルが手掛けている。彼は、サウンドトラックの作曲について、 私は旅行中にトラックを作曲し、スタジオに戻った時に完成させました。しかし、タイトルトラックの録音を始めると、古い時代の音と現代の完成をマッチさせることに苦労しました。私は歌姫の映画を見たことはありませんが、当時の音楽を理解するために古いヒンディーソングを聴きましたと語っている。映画音楽のオーディオ権は、アディティアミュージックが取得した。 シリベンネラシータラーマサストリーが作詞、アヌラーグ・クルカルニーとシュレア・ゴシャルが歌詞を務めた、モーガ・マナスウールは2018年4月20日にリリースされ、マダン・カールキが作詞、アヌラーグ・クルカルニーとナヤナ・ナー・イルが歌詞を務めた同曲のタミル・語版が、マウナ・マザイルのタイトルで同時リリースされた。同曲は1970年代から1980年代に、 かけての黄金時代を彷彿とさせるノスタルジックな作詞となっている。同月26日には、セカンドシングルトラックがリリースされ、サンド派は、チャルラータマニが歌手を務めた。5月1日に、全曲収録された、アルバム、マハナチがリリースされ、同月5日に、タミル5番、アルバム、ネイディギーやセラギャムがリリースされた。アルバムには5曲収録されており、 6月1日に6曲目のジェルピア・ラニー・サマラムがリリースされた。映画公開50日目となる同月27日には、デュアルオーディオ、モーガ・マナスウールがリリースされた。2017年3月8日の国際女性デーに、合わせて、キールティとサマンタを描いた映画ポスターが公開された。10月17日のキールティの誕生日に合わせて彼女が、 演じるサービトリのファーストルックが公表され、サービトリの誕生日の12月6日に合わせて映画のロゴビデオが YouTube にアップロードされた。4月6日と10日にサマンタとデイバラコンダをフィーチャリングしたポスターが公開され、好意的な反応を得た。同月13日には二人をフィーチャリングした新しいポスターが公開され、翌14日には 映画の予告編とファーストルックポスターが公開された。予告編は公開から半日で再生回数百万回を記録した。また、20種類の衣装を着たキールティの姿がポスターや静止画などの複数の媒体を通して公開され、翌週には新たな予告編を通してゲスト出演した俳優の詳細が明かされた。一方、インド映画としては珍しく劇場用予告編は、 制作されなかった。また、マハーナティカイコ展と題されたサー、ビトリの美術展が開催され、収益の30万ルピーは、テルクエーガーアーティスト協会を通じて2018年、ケイララ州洪水の復興資金として寄付された。伝説の女優、サービトリは2018年3月29日公開の予定だったが、VFX 作業の遅れから5月公開に延期された。 5月9日に全国公開され、タミルコ吹き替え版は同月11日に公開された。海外配給券は4500万ルピーでニルバーナシネマズが取得し、同時にビジャイアンティムービーズとスワップナシネマが今後、制作する全作品の海外配給券もニルバーナシネマズが取得している。デジタル配信券はアマゾンプライムビデオが取得し、テレビ放送券は スターマーが取得している。8月19日にテレビ初放送された際には個人の延べ視聴率20.16%を記録した。タミル語吹き替え版の衛星放送券は G タミルが取得している。プレミア上映にはアトリー・クマール、SS ・ラージャマウリ、ラームチャランなどが招待され制作チームを称賛した。ラージャマウリはドゥルカルの演技のファンであると述べて彼を称賛し、 ラームチャランは、偉大な電気映画を完成させた制作チームを、称賛している。アーンドラプラデーシュ州首相のチャンドラバーブナイドは、映画に感銘を受けて、免税措置を取ろうとしたが、プロデューサーのシアシュイニーダットは申し出を、辞退している。同月17日から海賊版が横行するようになり、興行成績に、大きな影響を与えている。これは、バートアネネヌ、ランガストラム、 ナーペルー・スーリア、ナー・イルー、インディアなどの大作映画がスクリーンを独占していたため、伝説の女優サービトリの上映スクリーンを確保できず、チケットを入手できなかった人々が海賊版に集中したことが原因とされている。この問題は、公開2週目に上映スクリーン数が増加したことで改善された。6月第3週からは、老人ホームで無料上映が実施された。 伝説の女優、サービトリは、女性を、主人公とした南インド映画で、最も工業的に成功した作品となった。アメリカ合衆国では公開初日の工業収入が、アーアンドラ・プラデーシュ州とテランガーナ州の公開初日の、合計工業収入を上回り、同国で公開された、テルグゴ映画の歴代公開初日工業成績第4位となった。 公開週末のテルグ語オリジナル版、タミル語吹き替え版の合計興行収入は3億5千万ルピーを記録し、海外成績は2億8700万ルピーを記録している。映画の批評キールティスレーシュの演技は批評家から絶賛された。伝説の女優、サービトリは批評家から好意的な評価を得ている。ニーシタニャパティは、ザ・タイムズ・オブ・インディアに寄稿してむ。 5の星を与え、3時間近いスパンで、サービトリの生涯を描いた、伝説の女優、サービトリを、サービトリの祝典、と呼ぶのは、控えめな表現になります。テルグ語映画業界には、このような感情を抱かせる作品は少数しか、ありませんと批評している。サファイは、ナーグア衆院は監督として、感情的で心に訴えかける方法で、サービトリの物語を伝えました。 彼のディレクションは傑出しています。観客は、キールティが完璧なサー、ビトリーであることに気づき、サルマーンが最高の演技を見せたことに気づくでしょうと、批評している。インディアトゥデイのジャーナキイは一見小さな出来事に、見える事柄に与えられた重要性に注目し、伝説の女優、サービトリーを史上最高の電気映画の一つにしているのは、まさにこのためであると批評している。 インディアンエクスプレスのマノージュクマールは4、5の星を与え、ナーグの映画における4人の最高の人物は、ドゥルカル・サルマーン、キールティ、スレーシュ、サマンタ・アッキネーニ、そして、衣装デザイナーです。彼ら3人の俳優は素晴らしく、等しく、映画を背負っていますと批評している。ヒンドースタン・タイムズのプリアンカー・スンダルは3.5、5の星を与え、ドゥルカル・サルマーンの演技を高く評価している。 ザヒンドゥーのサンギータデイビ・ドゥンドゥーは、キールティとドゥルカルが、伝説の俳優たちのマンネリズムを吸収しているが、単なるカリカチュアに止まっておらず、この映画は二人のものとなっている。ドゥルカルはローセズして、スコアを獲得し、キールティは、スクリーン上のすべての瞬間を手に入れています、と、批評している。スレーシュ・カビラヤには、デカンクロニクルに寄稿して4、5の星を与え、 ミッキー・ J ・ベイ・ウヤルの音楽とバックグラウンドスコアが映画の価値を高めていると批評している。アルチャナ・ナーダンはスクロール・インに寄稿して映画は野心的なキャストを誇っており、その幾人かは注意深く選ばれています。伝説級の SV ・ランガ・ラオ役のモハン・バーブ、KV ・レッティ役のクリッシュ・ジャガル・ラ・アームディ、アッキネーに投げシュアラ,ラオ役のチャイタニア・アッキネーに、 LV プラサード役のアバサラーラスリニバス。しかし、映画を背負い、サービトリのドラマティックで悲壮な人生に、招待するのは、キール・ティレスと批評している。ファーストポストのムリグラーラーマドゥグは、映画の最も評価するべき点は、サービトリの人生を脚色しなかったことであり、そのような一方に偏らない映画にすることは、非常に難しいと批評している。ニュースミニッツのクリシュナスリパーでは、 おそらく南インド映画業界で最も尊敬される女性像を描いた伝説の女優サービトリの物語は一生に一度の女児子,子ですと批評し映画は涙を通してあなたを笑顔にするでしょうと語っているファーストポストのヘマントクマールは3、5の星を与え著名人のウィキペディアページを読んでいるようなものですあなたは探し求めているものすべてを手に入れるがそれは 同一人物に関する詳細な書籍を読むことと同じ意味を持つものではありませんと批評している。マトルブーミのアクシャラ KV は3、5の星を与え、インターバル後の第2部がもたついていたので、上映時間はもっと短くできた可能性がありますと批評している。バラドアジュランガンはフィルムコンパニオンに寄稿し、伝説の女優、サービトリは数々の欠点があるにもかかわらず、 安易に酷評することはできません。なぜなら、それは忘れ去られた時代を思い出させるからです。映画は傷ついた、フィルムプリントとコンピュータ化された色によって、愛情を込めて再現されていますと批評している。映画音楽の批評映画音楽も、好意的な評価を得ている。スクロール、インは、サウンドトラックについて、ミッキー・ j ベイヤルのサウンドトラックには、 サービトリの人生の節目に応じたソウルフルでドラマティックな曲がありますと批評している。ファーストポストはサウンドトラックがメイヤルの最高の作品の一つであり、サウンドトラックマハナチにはあなたを懐かしい気持ちにさせるソウルフルな曲で溢れていますと批評している。インティギリッツは3、5の星を与え、ナーグア衆院の功績はサダニンヌとしばらくミジェリリを思いついた時に 決まり文句に逆らったことです。奥深い歌詞と楽しい声で、アルバムは勝者になったのですと批評している。ミュージック・アラウドは3.5、5の星を与え、厳選した、両曲には、サダナンヌ、アーギッポ・ボリマ、モーガ・マナスウールが挙げられると批評している。ビピン・ラ・イルは2.75、5の星を与え、デシ・ミュージック・バザールは4.5、 5の星を与えて、ミッキー・ J ・メイヤルは、素晴らしいサウンドトラック、マハナチを発表した。楽曲は、スタンドアローンナンバーとして楽しまれることは、間違いなく、映像と共に楽しい経験を得ることができると、批評している。関係者の批評カマラセル・バラージ・ジェミニト・ダ・イン・イ夫人、アラメルの娘、カマラセル・バラージは、父の美容者が不正確で事実に反していると批判した。彼女は、 ジェミニがサービトリの人気に嫉妬する強硫な人物に描写されている点、サービトリに印象を強要してアルコール依存症に陥るきっかけを作ったように描写されている点、ジェミニとアラメルの行動が他の人物に差し替えられる、または描写されていない点を特に批判しており、映画の唯一の美点はキールティの演技のみだと語っている。ジェミニとサービトリの娘ビジャやチャムンデスワーニーは、 カマラの批判に関して、私は母の視点から自分の認識の中で映画を見ました。私の姉妹は別の視点で見たのかもしれません。タミル人の彼女は映画がテルグ語映画として制作されたため別の理解をしたのでしょうとコメントしている。また、カマラは制作チームはジェミニガネーシャンの親族や親しい友人に取材をせずに映画を作ったと批判したが、ナーグアインは 彼女の批判に対して、真の詳細は伝えなかったが、彼女は事前に、スワープなダットと何度もミーティングしていますと反論している。ありがとうございます。